はい、こんにちは、クロさんです。今回はですね、イヤホンの紹介をしていこうと思うんですけど、今回紹介していくイヤホンはこちら、オーラダンスのウェアラブルステレオっていうイヤホンを紹介していきます。で、こちらのイヤホンなんですけど、耳を塞がないオープンイヤー型のイヤホンとなってて、個人的にこういう耳を塞がないタイプのイヤホンが好きなので、今まではね、こういうタイプのイヤホンを使ってて、また新しくね、このイヤホンを送っていただいたので、みんなにね、このイヤホンを紹介していこうと思っています。かなりね、個人的にも気に入って使ってるイヤホンなので、よかったらね、最後まで聞いていただけたらなと思います。はい、ではね、それではこのイヤホンの外観と特徴をね、お伝えしていきます。はい、それではオーラダンスウェアラブルステレオをね、開封していきます。実際ね、さっきまで開けて使っていたんで、簡単にね、開けていきます。まずね、こちらが本体のケースとなっています。取扱説明書とイヤホン本体ケースで、充電ケーブルが USB Type-C のケーブルが一緒にね、入ってきます。で、こちらがイヤホンの本体のケースとなっています。 USB Type-C のコードがね、刺さるようになってて、このケース自体にバッテリーは内蔵されていないので、ここにイヤホンをね、入れた状態でケーブルを刺すと充電ができるというタイプになっています。で、中を開けていくとね、イヤホンが2つ、左耳用と右耳用が入っています。で、こちらのイヤホン本体が16時間再生可能となっているので、ここのバッテリーが16時間持つようになっているので、特にね、この本体にバッテリーが内蔵されていなくても十分ね、丸1日普段使いであればね、十分使えると思います。で、もしね、出先とか、遠出をするときにこの16時間じゃ足りないっていう方向けに、別売りなんですけど、バッテリー内蔵型のケースが販売されています。こんな感じのね、ちょっと大型にはなるんですけど、こういうケースが別売りで販売されています。で、入れてみるとこんな感じですね。で、このケースを使うことで、このイヤホン本体は16時間再生できるんですけど、このケースをね、使うと最大 94.4 時間の再生が可能になるということです。かなりね、長時間使えるので、本当にね、旅行とかでも十分使える別売りのケースになっています。はい、こんな感じがね、ケースのお話となるので、続いてはこのイヤホンね、本体のお話をしていこうと思います。まずね、この外観なんですけど、これ送っていただいた色が青色を送ってもらいました。青って言っても、ここのね、タッチボタンのところだけが青くて、他全体は結構黒っぽいシンプルなイヤホンとなっています。で、これ以外に白とシルバーとオレンジっていうのがあるみたいなので、そのあたりね、どれを選ぶかになるんですけど、個人的に白、シルバー、このブルー、かなりいいなと思いました。で、特にこのブルーだったらね、髪も黒色の髪なんで、かなり馴染むかなと思います。このイヤホンの素材としてはシリコン素材になってるので、耳にね、当たってる部分も特にね、違和感なく装着することができます。で、片耳 12.7g のイヤホンなので、そんなにね、重いっていうイヤホンでもないかなと思います。このイヤホンはオープンイヤー型の耳に引っ掛けるタイプのイヤホンで、耳に刺さるタイプでもなくて、骨伝導のイヤホンでもないので、ここの部分がスピーカーになっています。で、このスピーカーの部分から音が鳴っているので、耳の前で音が鳴っているという感覚になります。で、ここですね、こちら 16.5mm っていう大型のダイナミックドライバーっていうのが内蔵されていて、よくあるのが、あんまり詳しくはないんですけど、だいたい 7mm 前後のダイナミックドライバーが多いみたいなので、このダイナミックドライバーどれぐらい大きいのかっていうのが分かりやすいかなと思います。で、ダイナミックドライバーが大きくなると、重低音、低音再生がね、かなりしっかりしてくるので、このイヤホンをつけてるとね、本当に低音再生がしっかりしてるので、かなりいい音がしてるような気がします。で、このイヤホン、かなり低音再生がしっかりしているので、骨伝導のイヤホンとかのね、低音が結構スカスカになりがちな形状をしているんですけど、かなりしっかりした低音再生をしてくれるので、そのあたりもいいなと思ったポイントでした。はい、今お伝えしたのが、このね、オーラダンスのイヤホンの簡単な概要と特徴なんですけど、このイヤホン、アプリも対応していて、アプリもね、あるんですけど、こんな感じでアプリと接続すると、このいう画面が出ます。で、開いていくと、
バッテリーの残量のチェックだったり、このイヤホンですね、側面をタッチすると音量の調整だったり、通話の開始とか通話終了とか音楽の停止再生というのができるんですけど、そのあたりをね、タッチ何回でするかとか、そんな感じの設定項目を自分で変更することもできます。で、特にね、このアプリいいなと思う項目がイコライザーっていうのがついていて、で、先ほどね 16.5mm のダイナミックドライバー、低音再生がしっかりしていますよって言ったんですけど、むしろね、音楽によってはきつすぎたりすることがあるので、このイコライザーでね、この 150Hz のところを調整して使ったりしています。よく使うのこのマイナス 3dB ですね、低音のところだけ少し下げて使っています。そういうね、項目もあるので、すごいこのアプリ自体はいいなと思いました。で、最初の頃日本語対応してなかったらしいんですけど、今現在はね、日本語表示になっております。はい、ではね、実際にこのイヤホンを耳にかけてみようと思います。こんな感じでね、さっとつけることができます。で、実際につけてみるとこんな感じですね。で、本当にね、耳に乗っかってるっていう感じで、耳を圧迫するような感じの装着感ではないかなと思います。はい、両耳ね、つけてみるとこんな感じですね。本当にね、耳の穴を塞がないので、つけてるなっていう感じはなくて、すごい使いやすいと思います。はい、それではね、このイヤホンの音漏れチェックをしていこうと思います。実際ね、どれぐらい音が漏れるのかっていうのを見ていこうと思います。ちなみに今収録をね、しているマイクはここにあります。だいたい 3-40cm ぐらいのね、距離のショットガンマイクで撮っているので、かなりね、音漏れをよく拾うと思います。では実際ね、聞いていこうと思います。これが音量半分ぐらい、マックス。半分、3分の1ぐらい、半分、マックス。はい、どうでしょうか。このね、狭い室内の本当にね、反響音はあるんですけど、そんなに外部からね、音が入るような環境ではないので、音はね、かなり拾ってると思うんですけど、まあ、マックスにするとさすがに音漏れかなりあるかなと思います。ただ最大でね、聞こうと思うと 16.5mm のダイナミックドライバーなので、かなり音がね、音量が高いので、そこまで使うかなっていうぐらいの音量になっているので、まあ自分が使うとそれは半分ぐらいですかね。よくて半分、まあ4分の1とかでもね、全然いいかな。3分の1ですかね。でもいいかなと思います。はい、ということで、今回ね、こちら、オーラダンスのウェアラブルステレオっていうのを紹介させていただきました。普段からね、こういうオープンイヤー型のイヤホンを好んでね、使っている中で、実際にこのイヤホン1週間使ってみての感想を少しね、お伝えさせてもらおうかなと思うんですけど、今までね、骨伝導のイヤホンだったり、まあ、カナル型っていうんですかね、耳に差し込むタイプのイヤホンを使ってた中で、最近はその骨伝導をよく使ってたんですけど、低音再生ではね、そんなになかったので、こういうオーラダンスのイヤホンを使うことによって、低音再生がね、しっかり聞こえるっていうことで、本当に音楽を聴いてるっていう感覚を持ちました。で、そのね、低音再生しっかりしてて、本当にいいなと思うんですけど、むしろね、音楽によってはきつすぎるなって思うこともあって、でイコライザーのね、調整項目で低音の部分だけ調整したり、高音だけ調整できたりとか、そういうのも調整できるので、低音がねきつすぎるって思う方も安心してね、購入してその調整項目すごい簡単にね、調整できるので、そのあたりもいいのかなと思います。で、このイヤホン16時間の再生時間があるので、朝ね電源を入れて装着して、夕方夜とかまでね、十分連続再生できる時間のバッテリーを持っているので、そのあたりもね、安心して使えるんじゃないかなと思います。はい、で、ちなみにこのイヤホンを使ってね、この前は登山をしてみました。片道で3時間ぐらいのね、登山だったんですけど、それでもね、問題なく十分ね、使うことができました。3時間ね、登山で使えたらね、本当に大体の山は行けるんじゃないかなと思います。まあ、長時間ね、使う方はかなりいいなと思いました。はい、ということでね、今回はこのオーラダンスのウェアラブルステレオっていうのを紹介させていただきました。興味がある方はね、下の概要欄からまたね、リンク見てみてください。
はい、ということで今回は以上となります。では。